国際戦略研究所、または国際問題戦略研究所は、イギリスに本部を置く国際安全保障、地政学、地形学、サイバーセキュリティについて分析を行う民間研究機関。世界最大の軍事データベース、ミリタリーバランスを発表している。1958年に創設されて以来、IISS は世界の平和や安定を維持。 発展させることを目指す政策を推奨し、世界有数の研究機関という評価を受けている。1997年以降、本部はイギリスロンドンのアランデルハウスに、他シンガポール、アメリカワシントン DC、バーレーンマナマ、ドイツベルリンにオフィスを置く。研究は5つのテーマと7つの地域に分かれる。研究テーマ、研究地域、ミリタリーバランス、 1959年から毎年年末に出版される171カ国の軍事力と防衛経済年報アセスメント。ミリタリーバランスプラス、日々更新される171カ国、過去14年長の各国軍事全般をカバーするデジタルデータベース。サバイバル、国際政治、戦略、国際問題ジャーナル。アデルフィシリーズ、1961年に、 初版出版国際安全保障政策に関する研究論文シリーズアームドコンフリクトサーベイ紛争の政治的、軍事的、人道的側面にフォーカスした年次レビューストラテジックコメント国際政治及び軍事に関する分析オンラインで発表ストラテジックドシェアジアの安全保障年次アセスメント毎年世界最大規模の安全保障会議 シャングリラダイアローグとマナーマダイアローグを主催。シャングリラダイアローグは2002年から開催されているアジア安全保障会議。3日間の会議はシンガポールのシャングリラホテルで開催され、アジア太平洋地域と関係する国々の国防大臣などが地域の課題や防衛協力などを議論する。2004年設立のマナーマダイアローグはバーレーンのマナーマで開催される。 中東の安全保障を中心とした国際会議。日本は毎年防衛大臣がシャングリラダイアローグに参加している。2014年第13回シャングリラダイアローグにおいて安倍晋三元総理はアジアの平和と繁栄を永遠なれと題する基調、講演をした。2013年には初めて日本から河野太郎外務大臣がマナーマダイアローグに参加した。 ありがとうございます。